行くぞ。宝刀団の痕跡があるぞ。やっぱりこの遺跡に来たみたいだな。もっと奥へ進んでみよう。カウの情報が合ってるといいんだけど。この辺りは見張りが少ないな。どうやら奴らはアビス教団の戦力を分散させることに成功したみたいだ。また砲塔団の痕跡だ。方向はこっちで間違いなさそうだけど、奥に進めば進むほど不気味な雰囲気が漂ってくるぞ。気をつけろよ。オイラが後ろについてるからな。ヌーノ、くだらない。アビスの日よ、ここに足を踏み、裁きは使徒が下す。アビス使徒ダイン、ダイン・スレイブのことか。なるほど。ただのネズミかと思ったが、まさかあのしつこいのと関係していたとはな。奴はお前たちを死なせたくてここに送ったのか。奴の抵抗などすでに意味をなさない。奴の起こすさざ波に変革を生む力などないからな。アビスを阻止するなど不可能。なんて力だ。こんなの見たことないぞ。気をつけろ。油断するなよ。
西洋ラブ。この地下どこかで、そうか、お前はあのお方のだとすれば、ここに長居するべきではないか。はあ、危なかったな。大丈夫か？あいつすごく強かったぞ。アビス教団にもあんな、お、どうかしたのか？ああ、もう遺跡の出口はすぐそこだ。早くここから出よう。再会は俺が想像していたよりも早い。あ、ダインだ。その顔、何やら不気味なものにでも遭遇したようだが、まさか遺跡の中でアビスの使徒に会ったか。なんでわかったんだ？俺はアビスの使徒を追跡していたんだ。もちろんここで貴様たちに会うのは想定外だったが。逆さの心臓、手中のアビスエネルギー、いや、そんなものは俺も見たことがない。だがあらかた予想はつく。まずは貴様たちが見たことを話せ。アビスエネルギーがあった遺跡の底から逃げた後のことだ。その後、遺跡の出口で突然現れたアビスの使徒に道を阻まれて、オイラたちはそいつと戦ったんだ。もしかしたらまだ近くにいるかもしれない。なるほど、これは千載一遇のチャンスだ。行こう、ダインが手伝って。難攻不落、天理チョーク。ハッ、虹よ、異常を見届けよ。さっきのアビスの魔術師、オイラたちを待ち伏せてたのか？いや、奴らはただ遺跡守衛の残骸から何かを探そうとしていただけだ。そうなのか。そういえば旅人もよくそうやって探してるよな。混沌の装置とか混沌の回路とか。少なくともそのような平凡なものではない。俺がこの近くを調査していたのは、アビスの魔術師がこの遺跡を頻繁に出入りしていたからだ。奴らは遺跡守衛の残骸からある特別な貴重品を探しているらしい。それを遺跡へと持ち帰ろうとしているようだ。しかし
あの様子を見るにまだ見つかっていないようだな。じゃあどうしてさっき捕まえて詳しく聞き出さな。もちろんあんな奴らに慈悲を施すつもりはない。ただこのことはアビス教団にとって何か重要な意味があるような気がしてな。その真相は拷問程度で吐くようなものではない。言い換えればアビスの魔術師は拷問などをはるかに なんか鳥肌が立ってきたぞ。ここで時間を無駄にはできない。先に進もう。岩山八九行け。やっ、聞きたまえ、ここにて命じ。消えろ。ここだ。守衛の動きも活発みたいだな。アビスの魔術師が潜伏してる場所に遺跡守衛もいるのはただの偶然か？この世に偶然などない。全てははるか古にまかれた種によるものだ。あの酒場で貴様が現れたのと同様に時間はその種を芽生えさせ、気にする必要はない。アビス教団と遺跡守衛の関係ももちろん偶然によるものではない。同じ樹木より生えた枝と言ってもいいだろう。樹木？枝？それって、奴らは皆500年前に滅びた古国カーンルイヤで誕生したんだ。え？カーンルイヤだって？そうか、アビス教団と遺跡守衛はカーンルイヤが滅びた後の残党だったってことか。でもカーンルイヤってすごく古い国の名前だぞ。あ、そうだ、旅人にも説明しなきゃな。カーン…お？記憶？でもあの国は500年前に滅びてるんだぞ。ふん、人は誰しも秘密を抱えている。貴様が俺に深く聞かなかったように俺も貴様のことを深く聞くつもりはない。しかし貴様に話す意思があるのならば聞こう。貴様が見たカーンルイヤとはどんな光景だった？あの時の話にそんな経緯があったのか。オイラはてっきり話の始まりは見知らぬ神との遭遇からかと思ってたぞ。ふん、この世界に来た時隕石の中から妹に呼び覚まされたのか。どうやら妹さんの方が先に目覚めてたみたいだな。どれくらい先だったかはわからないけど。そして貴様の妹はカーンルイヤの滅亡が天変地異を引き起こすといい、一緒にテイワットを去ろうと、そう言ったのだな。カーンルイヤの滅亡？本当にそんなことを？貴様たちが経験したそれは、
500年前の出来事だ。どうやらこの世界で初めて目覚めたのもそれと同じ時期のようだな。つまりお前の妹さんは先に目覚めてたから、この世界のこともお前より知ってたってことか。そしてその後、見知らぬ神によって貴様たちの行く道が阻まれたと。その話ならオイラも聞いたぞ。そうか。貴様が目覚めた時、カーンルイヤという地名については何も知らず、ただ急いでこの世界を去ろうとした。しかし今テイワットを少しずつ知っていくうちに、あれがカーンルイヤが滅亡した戦いだと考えるようになった。そうだな。そういえば旅をしている間、古い書物をたくさん調べてたよな。モンドやリーユへの各地で集めた書物に対してあまり役に立たないとか言ってたし、何か探してるようだったけど、それって妹さんを探すためにカーンルイヤに…なるほどな。七神を探したいなら七国を巡ればいいけど、カーンルイヤは500年前に滅亡したから今はもう亡くなってるもんな。カーンルイヤについては俺の方が詳しいだろう。カーンルイヤは神を持たない国。神はし、あれは人類によって建てられた強大な国。神が…そして貴様の記憶にもあるように、すべ…それって…500年前、神々が降臨しカーンルイヤを滅ぼし、人類の誇りも雑草のように神々の庭から駆除された。そんな、歴史の本にも載ってないぞ。ふん、このまま過去のことを話しても気がそがれるだけだろう。まずは先に進もう。貴様が知りたがっていることは進みながら教えてやる。